今日よの御言葉の中心は第二牢読です。ピンとこないみたい,みたいな感じかもわからないけれども、第二牢読では教会が輝いています。この牢読はすべての会社、すべての国の理想である。けどやっぱり、あのどこにもできない。 妬みがあるから。だからそれぞれの、えー、役目、それぞれのカリスマ。いやいやいや、この,きこの人が、そのカリスマがあれば、私より優れたら、仕事男では戦わなければならない。彼を消そうとしなければならない。などでしょ。ここは、教会の、えー、素晴らしさ、教会の、えー、輝きが現れます。これは何ですかこの。 結婚の、えー、結果です。実りです。イエスクリストと私たちとの結婚の結果、実りです。すぐ説明します。えー、ユダヤ人にとってはね、えー、神様が自分の民と結婚したのは紫外さんの上でした。トラ その立法、その一番最初の五つの本が与えられたとき、その契約を結んだとき。契約を結んだ。でしょえー、しなさんのときには、えー、その、解放された民が、あれのを道いや歩ませた、そのあれので導かれて、そしてしなさんのふもとまで来ましたね。 でその3日間の間にモーゼが市内さん登ってそして虎は岩石で作られた石板、えー、にその十回とその虎が書かれていたこの、えー、水亀と同じようなもので作られている そし,て降りて結婚した、ね、彼があのその結婚式モーセはね結婚式の、えー、なんかなあの司祭みたいな感じ神様と神様が花婿でありあの民が花嫁で神父さんがその司祭した人がやっぱりモーセですねそして契約を結んで。 その契約は今でもユダヤ人の中にあります。ケトゥバと,書いてあると呼ばれています。ケトゥバ。つまりあの、花婿がその奥さんと結婚するためには何をしなければならない。何お金をあの集めなければならない。例えば1年間の間にはこの花嫁ね。 花嫁のお父さんがね、その契約を結ぶ、は私の娘が素晴らしいだから、100万円とか、2000万円とかね、持たなければならない、そして、学校に入れましょうか、あ,のあるところでは、その将来の花嫁を測った、その体重を測った。 体重によるとお金を儲けなければならない。だからお父さんが結婚するときが近づいたと時には、その娘に無理やりに食べさせた。<laughs> 本当よ本当よ冗談じゃねえよ。ふざおふってふっ,って、そして、あ、測りましょう。<laughs> やっぱり、うん、90キロ。お金やっぱり。 これは冗談みたいけどもちろんこの太らせることはまああのちょっと <laughs> やりすぎたけどそれとても大事なことですどうしてその花嫁には価値があるという意味ですよユダヤ人たちが一つのこともバカにしてないよ全てには意味深い意味がありますこの情勢はただ遊ぶために 結婚するのではなく、自分を世話するためではなくて、よく言われますね、聖書は、まあ、なんかマシスタというかあのあの、男のためでしょう、女はあんまり価値がないと言ってます、聖パウロの,の言葉も聞きあの読むと、時々そういう考えがありますね、そうではない。女性、奥さんはとても大事であるから。 その奥さんと結婚するためには将来の花婿が真面目に働かなければならないそして結婚がつくと,つくと、ね、その毛束を結ぶためにはお金を出さなければならなかった私は本当にこの人を大事にしていますこの人は 私のために私の人生よりも大切私の休みよりも大切私は彼女と結婚するために全てを出すだから学科にはちゃんと書いてありますねあのこの愛をいただくためには全てのお金を出してもまだ足りないという意味ですね覚えてますよねまあすぐ分かるでしょう すぐ分かるでしょう。花婿は誰ですかそのお金を出したのは私たちと結婚するために誰ですかクリスト。クリストは十字架の上でその契約を結ぶためには自分の血を全て出した。彼が私たちと共に一体となるために全てをかけた。 彼の血でこの契約を結んだ。ユダヤ人の伝統によると、伝統ね、聖書に書いてないけど、伝統によると、死内さんのスタニーは、面白い、ね、シ,シナイさんのスタニーは、水亀がありました。武道種で満たされている水亀がありました。これは何ですか虎のイメージ。聖書の言葉のイメージ。甘い。 一番大切に与えられているもの神様が結婚するためにお金のではなく自分の虎自分の言葉自分の息子彼の血を与えようとしていたけどけどこの民が私たちと同じようにフチしただからこの素晴らしい美味しい甘い喜ぶ喜ばせる 葡萄酒が水となってしまいまい私たちの結婚の中にある私たちの人間関係の中にもある水水が生きるために大切ですけどやっぱり喜ばれないでしょ、ね、水だけで晩ご飯ならないえ, <laughs> えあのだからなんか <laughs> あのお母さんがねあの、彼女のところではことわざがあります。水水があの木を臭く,く,くする。腐らせる。<え>腐らせる。どう酒はそうじゃない。<laughs> というのは、水が、水が、水で食事をすることができない。どう酒が必要です。私たちにはそれでしょ。与えられている素晴らしい 言葉聞いた言葉喜んでえ受け入れた言葉が水となってしまったどうして私たちは不忠実悪魔の声を聞きました水だけだから私に近づく人は喜ばれない私も人に近づくと喜ばれない仕事も喜ばれないどこにも味がないどこにも文句文句文句年を取ったらああ 年を取っている、私がボケている、忘れてしまう、文句、文句、文句。ああ、私が日本語あんまり喋れない。ああ、文句、文句、文句。ああ、私が病気。ああ、私は恋人がない。ああ、私。水、水、水。どこにも喜びがない。神はすべてをなさったのに、隠れたところでは、そのなんか、武道種の、え、カンティナ、武道種の、なんていうの タルじゃなくて平野の,部屋あの残すブドウ酒の隠れたなんか蔵に神は一番大切なもの宝物を隠したそして結婚した時には出した私たちは何をしてないのかファネス神父様が一つのこと言いましたどうして私たちが毎日いつも例えばね秘籍に預かって そしてな、例えば、あのー、告会して、行って、全てをこなんか、罪を告こ白こして、そして許されて、席に戻った途端に、改めて主人を裁くことになる。どうして神様がその恵みを与えた。でも私たちが持っているもの、あのその恵みをいただくものには、穴いっぱいあるから。 だからその慈しみの水、いつしみのぶどう酒と言いましょうか。もらっている途端に全てザル。全てが失ってしまう。だから何回も何回も同じ罪を告白する。けど後でいつも繰り返す。わかるこういう感じ。こういう状態。で、クリストは招かれた。呼ばれた。この動詞はとても大事です。呼ばれる。 Eh? Allo, su cui nusci toste, io barel. Egitto kara, io Sono musco ga, Yurizuna musco de aru. Kri, kami no, no musco toste, sono, watastaci no jo tai mate chite kudasaru. Aratarashi keiakou musubutame. Atarashi budoshu ataerutame. Watastaci no jinse, watastaci no kodoku, toshio sono jo sono muimina jo sono biochi non jotai, sono nihongo non shaberenai sono nanca ecco eh, i bito non sono gibunarini naranai sono gioutai anata non scimpanio tocoro deva cristo gamma ne cade maso camini o un cicino parimaso sa nanina san no ni sanno tocoro ni chi na sai mite guarda che subete o tsukutta cane notamini subete o nasapta cane cavataci che consulta meni guarda che subete o giumbista che tocca cane 無駄し,しています。無駄にしています。行きなさい。で、リストは来ます。この共同体に来ます。今晩。そして改めて、あなたと私と、私たちと共同体として、その契約を結ぶ。私はもうすぐね、います。これは私の地の逆新しい永遠の契約の地 どうして毎週これを繰り返すのか。新しい永遠の契約であれば終わり。一回で。しかし神様が私たちのことを分かっています。私たちは何回も転んでしまう。疑ってしまう。危機に入ってしまう。鬱に入ってしまう。だから私たちにいつも探しに来、私たちを探しに来て、彼の全てを与える。この武道書は何ですか彼の血。彼の血。 彼の血が私たちを生かす私たちと一体となるそして何色どころ現れるその共同体の素晴らしさその教会その花嫁の素晴らしさその美どうしてみんなみんなだから90歳の人も20歳の人も14歳の人も15歳の人もその唯一なところに置かれています そしてそちらに置かれているからこそ価値がある。意味がある。使命がある。みんなカテキスタではなく、みんな司祭ではなく、みんな偉い人ではなく、みんな、その寂しいところ、息子のうるささを耐えらなければならない。その状態は素晴らしい。教会の宝物です。それぞれにはこの武道種の恵みが与えられます。 あの一人のロシア人ですけどもエブライ人でね、一つのこと言いました、素晴らしい、ね、あの誰でもユダヤ人たちがどういうふうに接符する、分からない、知らない、特別に二人の、ね、男と、まあ、もあの奥さんと主人とユダヤ人がね、特別な形であの接符する。 鳩のように接吻する。どうして鳩はちょっと、ここはおんかお腹みたいな感じちょっと太ってるでしょ胸はね、ちょっと、ここは心臓があります。で、痛いとなった時には、見てるね、あの、私が一回見てたよ、あの中央公園でいっぱいあって、鳩は死ぬまでに忠実よ。知ってますか ハトはちゅ最後まであのたくさんの主人を作らないよ、いつまでも、そしていつまでも恋に落ちているみたいな感じの、いつも二,人、ね、二匹でね、二人でどこにも。で、接吻した時には見えるよ、もうこうなってこうなってこうなって、どうせ素晴らしい、胸と胸、ね、心と心、完全に一体となる。ユダヤ人がこういうふうに接吻する、として 神はこういうふうに、市内さんの上に私たちと結婚した。もう神と民はもうどこにあるか、区別することはできないほど、一つとなった。神が自分の心、自分の慈しみ、自分のすべてを民に与えたから。だからセップ、セップン、セッン、セッン、学科には何回も出てくる。セップン。セ・ベルナードが、私はもう、 唯一なことを望んでいます。唯一なことを求めています。彼の切符なぜかというと、ユダヤ人の、えー、伝統によると、神は虎を、聖書のその立法を、民に与えた、えー、与えた方は、やっぱり与えた方法は、切符でした。<coughs> 自分の民を切符しながら、その息吹、その言葉を与えた。今晩、この、この祭壇を囲んだ私たちが、この経験をすることができます。切符だけではない、魚たちよ。これはロマンティックのことではない。私たちはクリストの体、その言葉、体となった言葉を食べる。その血を飲む、自分の血となる。自分の体、肉のなとなる。 だから完全にこの結婚式が今晩実現されます今晩私たちはちょっとだけでもアーメンと震えながらアーメンと言ったら一体となりますその人を許すことができます命を懸けることができます孤独の中にいることができます死ぬことができますその,その恐怖を背負うことができます死の恐怖を背負うことができますもうその何て言うのその 不安定、すべてに入ることができます、キリストが私たちと一体となっているから、だから、おめでとうございます、この結婚式が今晩行われていますから、これ以上のこのうであの、素晴らしいパーティー、素晴らしい祭り、素晴らしい喜びがないからです。